今回ご紹介するのは函館市電の函館アリーナ前停留場です。当停留場は1913年大正2年に足堀停留場として開業しました。その後5度にわたって名前が変わっています。1920年に新世界前停留場と改称、時期は不明ですが湯の川遊園地前停留場と改称、時期は不明ですが一旦廃止され、1983年に市民会館前停留場として再開業、2015年に函館アリーナ開業に伴い副名称を導入し市民会館前函館アリーナ前停留場へ変更、2016年に現在の函館アリーナ前停留場と改称されました。2016年平成28年3月に周辺の函館アリーナと函館市民会館でのイベント時に伴う混雑を緩和する目的で両線ホームが湯の川方向に15メートル延伸され、車両2両分が停車できるようになりました。ご視聴ありがとうございました。